こんばんは、はじめましての方がほとんどだと思うんですけど、はじめまして。私は普段、シンガーソングライターとしてギターの弾き語りで歌っています、近藤優香です。今日ね、最初に持ってきたフライヤーを配らせていただいたんですけど、こんなに人がね、こんなにいるなんて思ってなくて、足りなくて、ちょっと皆さんに渡せれてないんですけど、私もツイッターとかインスタグラムとかフェイスブックとかホームページいろいろあるので、よかったら気になった方は、まだ始まったばかりなんですけど、つながってもらえたら嬉しいなと思います。で、最初に歌った曲が、キロロさんの生きてこそっていう曲で、その生きてこそっていうその気持ちが本当に、なんだろう、もっと本当に頑張って生きていこうっていう気持ちになれて、その曲を選んだのも、なんか最初にそう、なんか両親とか出てくるじゃないですか。そういうやっぱ生まれてよかったって思うのは、そういうね、両親から生まれてきてくれてありがとうって思ってもらえた時かなと思って、ちょっと私にとって大切な曲なので歌わせていただきました。ありがとうございます。次は2曲続けて歌うんですけども、最初に歌う曲が、私の中学校の、すごい話長くなるんですよね、私ね、次の曲が HY さんの NOW という曲なんですけど、すごい片思いの曲で、私中学校の時っていくら幸せだったりしてもずっとなんか不安定で、ずっと片思いしてるような状態 でその時の自分がすごいよく歌っていたので、歌いたいなと思います。はい、聴いてください。
聴いてください。